どうも、おはこんばんにちは、ホビドワです。ソルト&サンクチュアリ、プレイ再開していきたいと思います。さて、今回ね、ボス戦まで行くのだけれど、実はここの、ちょっとレベ上げをしてたんだけど、レベ上げをしてる段階で、間違えてボスの間に一回たどり着いてしまったよ。わざと負けたんだけどね。あと、ついでに、防具の防御力をちょっと上げたよ。で、今回ボスの攻撃方法を見てしまったのであれなんだけど、攻撃が火属性の攻撃使ってきてたので、とりあえず盾を火属性のやつに変えてやるよ。有効かどうかはともかく、ただあいつめちゃくちゃ攻撃速度速かったからちょっとご利用しを考えている。なんでこれ両手で持つようにしたよ。攻撃力が上がるので、これでちょっとご利用しできないかなと思ったんでね、ポーションなどを有効活用して、まあやってみるだけやってみよう。ちなみにポーションとかそれ以前にこいつの攻撃を食らってて辛い件に関して、ただうちのこの使ってるポーションがな、ちょっとデメリットあるからな。痛い。おっと、でもう一発当ててと飛んでいただけると非常に助かる。で、両手持ち時にもチャームが入れられることに気づいたの。これ、ね、ウィットレスボーンを入れて消費するスタミナの量を減らしてあります。でちなみに両手で持ってる時って通常の攻撃よりなんか速い気がするので、こちら の攻撃速度が速くなるよってやつは取ってある。ぶっちゃけこれ雑魚用でいいよね。そんな連続で攻撃しないしね、雑魚は。俺が雑魚を連続で攻撃しないですね、厳密には。はい、ということで頑張ろう。ちなみに自分のプレイ動画を見た知り合いが、ここら辺ではだいたいレベル60ぐらいでつくものだから俺はかなりレベルが低いと言われました。大丈夫俺、やばいんじゃね俺。なんか60ってことは俺15レベルぐらい低いの。珍しいな。俺大体ね、アイテムとか稼ぐの好きなので、稼ぎというかレベ上げとかね好きなので、基本的には大体どのゲームもそうなんだけど、ボスの前にオーバーレベルでついちゃうこと多いんだよね。珍しいよね。さてでは行きたいと思うんだけど、火属性のボスだったから火属性対処できるようなもんないよな。ないか。モータルビジョン、うん、ファイヤーダメージが追加されてる。あいつファイヤーだけど、ファイヤーのダメージ当たるのかな。ウェポントアでライトニングダメージとヨーアタック、これ使うか。これを試しにちょっと使ってみましょう。こちらをこれ1個使ってね、こちらの武器をパワーアップさせた状態で突撃します。ではやってみようか。はい、やります。よくソウル系であるやつだよね。強化したよ。こいつ、事前防衛とハスク。ってことで、近づいて連打だ。こっちじゃないね。銃を使ってくる攻撃がもう一つあったんだけど、これ。これがすごい HP を持ってかれるんだよね。なので、ポーションガブ飲みしつつ特攻を仕掛けたいんだ。おっと。ちなみに避けられないことはないんだ、こんな感じで。ただあまり俺がうまく避けられるかどうかは微妙。なのでご利用し気味でやりたいと思うよ、ぶっちゃけ。こんな感じでポーションガブ飲みしつつ敵に連打で攻撃を当てていきたい。ぶっちゃけ多分その方がこいつのげそったりとかしていい感じだとは思うんだ。はい、やってきましたこいつ。かなり HP を減らせたが、どこまでいけるやら。はいはい、いきますよ。でポーションをまたガブ飲みさ。このまま連打でいきたい。はい、倒せました。かつてないほどのゴリ押し、そしてポーションが危機的なレベルにまで光り始めているけど大丈夫か俺。ふう。さてここから無難にベールを使って1回戻ろう。事前防衛とハスクドールとキー、どっかのキーを手に入れました。このまま左へ行くけど、その前にレベル上げだね。さてレベ上げだ、レベ上げ。しかしもう8000も必要なのか、大量だよな。で釣り用具で3つか、確か今必要なの5個だったよね、上げるのに。この上のやつなのだけれど、まあ5個だよな。ふう、
ちょっとゴリ押しが過ぎたような気がするけど、ちょっと左下にいる敵を 2,3 体抜っ殺して上に戻ってレベ上げだけしよう。向こう側行ったよ、あいつ。こっちは来いやーい。俺が上に登ったら下に行くんだろお前だと思った。はい、はい、倒した。で、ちょっと足りないな。バックオブソルトを 1本使えば多分いけるんじゃね。これか、ポーチオブソルトだ。これで100だよね。もう1体いけるだろ。よし、いけた。これでちゃちゃっとレベル上げしてしまおう。はい、こんな感じで、ブラックパールを使いたいけど5個必要なのであと1つだ。ちなみに次アップグレードすればかなり攻撃力が上がるんだが、なかなかすぐにはできない。なかなか来ないな。おーい全然来ないね。よし、でまた先ほどのパターン、左行くぜ。どんどん左行くぜ。はい、倒した。あ、来た来た。しかしこのスケルトン本当特殊だよね。ここにしか出ないよね、あの上の2体しか。多分上に隠してあるっていうか他のところに配置されてるんだろうけど、全く見かけないね。あとこのシールド結局使わなかったや、全く使わなかった。一応ね、これでガードするべきだろうかというふうに思ってて使おうかなと思ってたんだけど、全くね使わなかった。本当全く全くってことで、こちらのシールドを装備しててもしょうがないので、こちらの普通のシールドの方を装備しよう。ちなみに重量的にギリギリだな。防具を変えて強化をしたんだけど、ギリギリだね。ちなみに他には作戦としては、あの炎耐性防御力の高いやつを装備しようかなと思ったんだけど、別にそんなのはいらなかったね。一応このドッペルゲンガーだったかなの鎧も何やかんやで炎防御自体は高いんだけど、防御能力は。はい、おい、はい、来ました。しかしここ行き来してるだけでかなりレベルが上がるね。レベルというか経験値、ソルトの取得量が半端じゃないぜ。はい、倒した。片方だけ来てくれないかな。もうほんと、はい、来てくれた。さすがウィッチさん、分かる人やで。で、こっちまで誘います。おいでウィッチ、遊ぼうぜ。危ない人です。で、こちらに来ていただいたところを1体ずつ始末だ。あんまり上に行かれるとな、俺の攻撃当たんねえからな。はい、はい、おいおい、上行きすぎだろ。ちなみに今のはあいつの攻撃、当たりどころ悪かったら死ぬぞ俺。上行くぜ。はい、ボスのままで戻ってきたぜ。で、これで左側に何かあるかだよね。あとはあの鍵をどこかで使うとかかな。ここ行けないような気がするんだが。あ、マジで？マジでここ来たの特に見ない感じ？はい、終わった。では、この今入手した鍵をどこかで使えということなのであろうけど、どこ？どっかあったっけ？うろ覚えすぎるんだけど俺。どっかであったにはあったんだろうけど覚えていないな俺。これから俺はどうすればいいんだ、全くわからん。あそこのアイテム回収してなかったの？上の方あるんだけど、ちゃっちゃと回収しちゃおうぜ。ついでにレベル上げにもなるしね。はい、登りましたよと。で、落ちたよ。大変よろしくないですね。おっと、あー、すげえ嫌なのが 3体じゃない2体。はい、両方いけた。あの切り下ろしだったら2発か、素晴らしい。
俺こっち来てないの？本当？来て、あ、来て死んだかな、ここ。で、あいつ他のところ出ないよねとか言ってたら出ましたね。思いっきり。フラグ回収お疲れ様ですよね、俺。はい。骨から血が出るっていうのはどうなんだろうか。演出だけど。演出なのは分かっているけれども。ここか？あ、ここだ。よかった。シルバーリーフ。ではどんどん進もうぜ。とりあえず進める場所が分かったならいいのさ。そしてなんやかんやでこのゲーム、どうやら隠しボスがダークソウルよろしくあるらしいので、おいおいね、探していきたいと思います。下手するとね、あの通常のボスを倒してから行くことになるかもだよ。おっと、ここどこ？ミラーオブステンチ。マイヤーか。マイオブステンチか。森だな、すごく森。あれ今弓矢の音が聞こえたよ。あれか。どうしよう、ほんとどうしよう。後ろのやつなんとかしないとなんだけど。あ、やばい、すげえ、あさっての方向まで飛ばされた。はい、一体行ってない。ちなみにダジャレとかじゃないですよ。はい、あと一発のはず。やばい、一旦退避。いけたぜ。しかしあいつに思いっきり吹っ飛ばされたおかげでこちらの方まで来ちゃったけど、いいのか。あとレベル上げられるぞ俺。チェックポイントどこ、チェックポイントどこ、ここどこさ。 なんか上いる。あ、通常の敵だ、よかった。通常じゃない、通常じゃない、全く通常じゃない。ステッチャーオブサルト、ここだよな。あれ今なんか出たよね、ここ。気のせい、いたような気がしたんだけれど。でもここなんでそんなに死体があるの、何これ。あっ、おおおお、タタタン、タタタン。やべえ、飲まずにはいられない。てか飲んでもあんまり回復しねえな。大丈夫か、アンチドーテ、アンチドーテ装備してない。よし、ここはこれで乗り切るしかないぞ。はい、飲むよ。 HP が減ったり増えたり、減ったり増えたり。チェックポイント、よかった、本当によかった。ふう、でレベルアップ9020。1万までもうちょいだな。さて、とうとう5個、ブラックパールが5個になったので攻撃能力アップだ。これこれ、79から86まで強化だ。2つ持ち、両手持ちだったらもう100までいくんじゃね。これ見てみよう、両手持ち106だ、片手持ちで86、 20ほど上がるね。ところで俺の次の装備はいつになったら取れるのでしょうか。全く分かりません。で、あそこを右、川に落ちると多分死ぬであろうから、おいおい、いけないな。ちょっと待ってね、ここにメーカーでリーダーいらない、ガイド一体設置しようぜ。いい加減遠くまで行けるようにならないとね。トラベルでちょっと見てみたい。あ、やはり他のところ行けるわ、普通に。クランズパス、ここなんだっけ。あ、さっき言ったところ違うよね。さっき言ったところでね、ハガーカバン。ここは来てもしょうがないしな。ショップ、こいつ何売ってんの、そもそも。コーリングホーンか。あ、おめえが売ってんのか。ガイドがいる場所だったらどこへでも行くことができる。金有り余ってるしいいじゃん別に。ねえ、はい、もちろん。おめえ売ってくれるのか知らなかったわ、ほんと助かるわ。どうやったらあのガイドのやつさらに入手できるんだろうか。これなんとか解除できないものか。カリックレーザー、カルチックレーザーか。なんだあれや、今手に入れたの。武器、刀的なサムシング。
あ、この前ドロップしたやつだ。タッチっていうのもドロップしてるんだけど、スタッフ、ソード、一応ソードだけどデクステリーだね。バトル、ボールアックスは当然のように、ハンマー、攻撃力だけだけ、全然全然今の状態で OK。 ハンマーも確か筋力が上がるやつだよね。お湯強化した方がいいのやら。やばい、敵を一撃で倒せなくなってるのでちょっときついというか危ないよね。安定感に欠ける。これを使って上に登るってことぽいな。上に何があるのか知らないけど、わーおーわーおーわお。はい、落ちました。1443サルトをなくした。まあ、上に取りに行けばいいんだけど、ぶっちゃけ1440サルトって少ない。大丈夫、全然大丈夫。精神的にあれだけど、大丈夫。あ、こっち行ってもしょうがねえや。どうしよう、右側行くかな。全く探索してないんだよね、ここ。ここ上、さっき行ったところだよね。どこにも行けないよな、上に行っても。降りるか。あ、降りるとここなのか。もう同じ建物だってね、気づけるようなもんなんだけど、気づかなかった、ごめん。何今一瞬ほんとここ何かマークが出たような気がするんだけどな、俺。はい、と、OK。やばい、ちょっと引こう。一旦引いて射程距離まで来るまで待とう。当たんねえな。 OK。 ほっと、ここからでは無理か。よし、ちょこっと前に進んでくれたからよかったけど、またか。おい、待って、ここ死なないの。ポーションガブ飲みしたけど俺すげえダメージ入ってるよ。死んだわ。あれ、これこの水渡れる、死なないの。ちょっと試してみるか、もう一回。俺落ちたら死ぬとばっかり思ってたんだけど、普通に渡れるって感じ。あそこだけ、あそこだけ足場がある。あ、毒だ、毒あるや。あ、なんだ、でも毒があることを除けば普通に渡れるのか。俺はてっきり普通に渡れないのかとばかり。あと両手持ちになってるな、いつの間にか。どこで装備した俺。自分から来たよ。なんていいバットマンなんだ。バットマンって何さ。はい、で、あそこだよな。バイルバインディング、何これ。バイルバイン、インクレスヨーディフェンスとポイゾンダメージ、ポイゾンダメージに対しての防御能力が上がる。これ HP 回復するやつだよね。これにしよう。これをディフェンスとポイゾンダメージ、これだ、これに変えよう。あの HP が回復するやつ はっきりを使え、全く使え。まあでも上がってくよね。あれよく当たんないな、判定甘いよね。よし、これで OK。 このまま左側に進めばいいんだろ。任せてくれ。全くこれ回復した意味ないけど、このまま左側だね。ちょっと行ってみよう。はい、とほっと。で、問題はこのまま左側行けるのっていう。まあ多分上の方なんだろうな。さらに落ちたよ。一番立ちが悪い。
死んではくれないな、一撃では。なかなかというか、プレイスタイルがどんどんあのダークソウル寄りになってるんだけど、俺両でかい剣を両手で持つとか、まんまダークソウルで俺のプレイスタイルなんだけどね。まあいいけど、はい、オッケー。なんかダメージ当たったぞ。でもおい、ちょっと待って、上に食材がある。あれボスだよね。もう早くない？ちょっと早くない？こんにちは。なんかいるけど、敵？あ、敵だ敵だ。ごめん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 なさいごめんなさい。あ、前にもいましたよね、あなたたち。前に殺された覚えがありますよ、私。あなたたちにひどい目に遭わされた覚えがあります。笑ってるやつらいるんだけど。上か？よし、オッケー。やばい、そう、掴んでくるのを覚えてるんだよ俺それ。すーげー取られた、すーげー取られた。覚えてるよあいつ。んー、あの上なんだろう。左上、最初行ってたところはボスがいるっぽかったんだけど、あいつらがよくわからん。まずあいつらのところ行ってあいつら始末しよう。俺は切れちまったぜ。そんなことはないんだけど。こいつらだったらとりあえずは一撃で倒せるっぽいな。何やかんやであいつらもバカにならねえ量のサルトをくれるんだけどね。あ、当たりどころか、要は。それともスタミナの量でちょっとダメージがかかってるのかな、よくわからん。たまに多めにダメージが入ってたり、そうでもなかったり、よくわからんな。ちなみにこちらの防具を強化しているからか、こいつらのダメージ自体はそれほど高くはないかな。低くはないけど、かといって。はい、こんな感じ。では、アイセロを始末したい。どこだ、もう一体。もう現れた瞬間に始末したいな、あいつら。はい、で、一回上。右。よし。死ぬ気がするけど、一回。落ちた、思いっきり。大変よろしくない。ちょっとパニックって済んでしまってそのまま落ちたね俺。よくない。もう一回あそこ行けばいいだけだけど、ここどこだか分かるわ。あれ場所違う、まさかの俺が考えたところと。あ、合ってる合ってる。このままあいつらのところにまた再度行って始末しよう。あいつらよくもやってくれたな。っていうか何発か攻撃自体は当てたから、あと一発切り下ろしやれば多分一発で1、2体は死ぬんだ。1体だけでも殺される確率が高いってのが怖いんだよな、あいつら。妙に攻撃能力高えんだよ。落ち着いて探索できやしね。はい、オッケー。ソルティースなんとか。はい、俺のソルトを返せ。はい、で下まで来たはいいんだけど、あ、もう一体いるわ、もう一体いるわ、よく見ると。はい、ドローネットロケット。あ、これでこの現在使ってる武器の強化ができる。あいつらだったのか、アンチキショードもめ。よくもやってくれたね。ここ空きそうなんだが、そんなことはないか。というかここそれ以外は何もない感じ。あ、アイテムあるな。おい、わお。まあやるさ。相手に隙を与えない、これこそ最高の戦法だと私は聞いた。
とかい。数多くねえか。はい、ここ理解はしたが、まあいいだろう。はい、なんとか登れたよ。ここからどこへ。罠が、あ、ガード、よし、 OK。 今回はまあ見えてたからいいけど、この辺セーブポイントとかチェックポイントがありそう。あったよ、よかった。さてとね、で今回はここで一旦切らせていただきます。ちょっと長くなってしまいましたね。次回はレベルアップもしたいんだけど、どうするかな。これこのまま進むと死ぬ気がするんだけど、気のせいだろうか。死ぬな多分。さてでは今回はここまで、また次回でお会いしましょう。ホビドワでした。